こんばんは、エウレカです。今回は歌マクロス衣装特別演出コレクションシェリーさんの第21回トリックアンドロマンス見てまいります。恋に駆け引きだって有効ないたずら、上手にサプライズ演出をできたなら甘いご褒美が待っているかもしれない。後ろに映ってるあのゼントラモールにいる時のあの要はゼントラの食器の上に乗ってるシェリルさんですね。とっても可愛いと思います。プレート見てまいります。やっぱこの衣装もとっても可愛いと思いますよ。はい、星5プレート、いたずらスイーツキャッツ。残念ながらこれだけ重ねられなかったんですよね。まあこれだけって言ったらなんなんですけど、そう、野月太一アイテムっていう、がついているプレートかの星5以上、いやてか全てだ、全てに置いてだよな。全プレートにおいてこの野月太一アイテムっていうのがついてるのがプレートがかなり少ないんですね。その中の1枚このいたずらスイートキャット、それ以外のね野月太一はね全部重ねられてたんですけど、これだけは重ねられなかった。残念です。黒猫をイメージした衣装に身を包みカメラの前で猫ポーズを決めるシェリル。いたずら心満載なセクシーキャットはお化けたちのみんなの視線も釘付けにするかも。はい、すごいですね。まあなんつうかこのインスタじゃないですけど、まあちょっと前、いや結構前のあのなんだ文化的な話で言うとプリクラってやつですか。それこそね、エウレカが若い頃のから始まったやつですね、プリントクラブっていうのは。ゲームセンターにありまして、写真を撮って、まあその頃はまだなんかちっちゃかったんですよね。最初の頃は絵を描くとかそういうレベルではない感じだったんですよ。もうとにかくちっちゃい、出てくるシールのねサイズがね、ほんとね親指の爪ぐらいの大きさの最初サイズのシールだったんですよ。まあそれがねなんか8分割、いや16分割ぐらいかな、16ぐらいのね、そのぐらいの枚数のシールがこう1枚ペロンって出てきまして、なんかねそれがいつの間にかいろいろこういろんなねなんか落書きができるようになって、最近はあるのかな、どうなんだろう、あるのかもしれないですね。それこそ最近は撮影してなんかスマホにデータ送ったりとかそのぐらいできるんじゃないのかな。はい、関係ないお話でした。そう、なんかそんな感じでね、こうこのほっぺのレインボーの落書きはこれなんか後から追加したっていう感じですよね。文字とかも、なんかそうプリクラ感のある画像ですね。ほい、レアリティアップ5がないんですが、そうですね、画像データの方は手に入れておりますのでこんな感じですね。これね、あの皆さんもしスマートフォンでご覧いただいているようであれば全画面にしていただいて横向きで見ていただくと、なんですかね、横長じゃなくこの画像を縦長でね見ていただくとね、いやとってもいい具合です。なんか猫ちゃんの向きがね変になっちゃうんですけど、いやもちろんね横たわっているシェリルさんっていう感じで見ていただいてもそれはそれでいや全然いいと思うんですけど、まあ縦向き、よろしければ縦向きにしてみてください。まあ、顔を横向きにね、皆さんがね、あのひん曲げて見て、見てもらってもいいですよ。いやー、すごいですね。このなんか髪の毛を絡めてるような、なんだろう、この右手の人差し指とか、なんか、色っぽいですね。たまらんですね。はい、そうしましたら、あとは星4プレートが2種類。
だからそのまさにゼントラモールの話ところでのやつですね。クランクラン制服バージョンか、その通りだ、うん、なんかすごいすごい絵ですよね。でもう一枚、あ、これがそうだ、ゼントラリモール内の、うん、はいはいはい、あ、ランカちゃんの歌声が聞こえてきたみたいな、なんかそういう風なやつだったのかな。あ、コーヒーカップの絵もありました。せっかくだから見てきましたが、何でもゼントラサイズあ、うん、可愛らしいですね。ただコーヒーカップの上に土足で乗るのはどうなんでしょうか、シェリューさんラインナップはこんな感じ。あ、だからその通りだの 手前の状況がこれですね。変なやつ、パンツに落書きしてるとか、なんかそんな感じだったような気がするな。さあ楽屋へやってまいりました。お着替えしてまいりましょう。ジャカードノワール、そう調べてみたらね、ジャカードじゃなくジャガードって言われることもやっぱあるみたいです。なんかジャガード、まあ意味はちょっとよくわかんないですけど、まあとにかくジャガードっていう、ジャガードとも言われることもあるらしいです。とにかくノワールから、うん、でもそうですね、シェリルさんの衣装はここまで、まあもちろんテレビシリーズの衣装とかもあったんですが、劇場版の衣装とかもあるんですが、なかなか季節感漂うような衣装がそんなにはなかったんですね。まああるっちゃありますけど、はい、ブリリアントノエル、キムのマジェスティック、いきますよ。これが冬ですね。冬から正月に移り変わりまして、そうだ、ジャカードノワール、これが夏ですね。ちょっと春を通り越した感じかな。で、今回のカシスミネット、秋ですね。ゾクゾクしちゃうわね、かわいいなあ。いや、うん、いいじゃないですか、すごいまあなんか、猫って言ったら猫なんですけど、まあなんかゴスロリっぽいっちゃゴスロリっぽいですよね。うん、ゴスロリのちょっとなんか定義っていうのがあんまりよくわかんないですけど、なんかそんな感じです。なんかこうブリ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 した感じのブリブリって言ってもなんか通じるのかな。最近あのブリッコなんて言わないですもんね。それこそあのバブル期時代じゃないですか、ブリッコとか言ってたのは最近はどう言うんでしょう。お、すごっ、このなんかこれガタベルト的なの浮いてるの分かります？これはリアルだな。ちょっとこの先どうなってるのかも、いやこれ見てみたい。浮いてますね。やっぱこのお尻の膨らみがあるからこういう風な状況になるんでしょうか。いやこれはかなりリアリティを、おっと、尻尾の付け根あたりに手があ、ずれたあー、なるほどなるほど、体をひねることによって今度手の位置もずれるわけですね。かわいらしい尻尾ね、えねえねえ、なんか真珠みたいなのがくっついてるな、はい、もうちょっと上も見てまいりますよ。上半身、上半身ですよ、はい、かわいいんだけど、またセクシーでありますね、この衣装もね。もう寄せて、もうひねり上げて、縛り上げてっていう感じしますいやー、うん、セクシーでいて、そして可愛いです。もうちょっと耳小さくてもよかったような気もするな。どうでしょう、バランス的にね、もうちょっと小さい方がよりプリティー、ん、見えてないな、よりプリティ感を、出せたんじゃないのかなと思いますけど、個人的な好みの問題か、これは。ではこれで演出、あれ前回が人参だったけど今度はどれだ。そうそうそう、猫だから猫日記ですね特別演出見てまいりましょう。
私についてきなさい。私についてきなさい。意外とね、猫衣装ないんですね、他に。サオトメアルト出るぞ。意外とないんですが、あったのが、はい、みくもちゃんです。バニー、ウサギがね、結構ちょいちょいあちこち、見かけるんですけど、猫、いや猫ももうちょっとね、猫衣装あってもいいんじゃねえのかなとか、あーいいですね、夜空にバルキリーでした今、映っておりました。どうなんだ、そっか夜ですね。みごちゃんの部分は多分昼間だと思います。特別演出の方は夜になって、つかね、これなんだ、猫が遊ぶ、あの猫アスレチック、なんて言うんでしょうこれ、猫アスレチックに大の大人が乗っかっちゃっていいものか何なのか。あ、いやでもシェリルさんは交渉17歳だからギリ大人じゃないのか、未成年という扱いになるのか。ただミレーヌは未成年だけどガンガン車運転してたんですけど、いやこれはなんとも表現のしがたいところでございます。で、そう、ハロウィン演出なんですが、いつもよりかちょっとハロウィン集がちょっと少ないですね。ステージにね、大々的にボーンっていうハロウィンのなんか置物があるような感じなんですけど、まあ今回はもともとこの猫アスレチックがあるからちょっと冬眠になってるのかな。今ちょうど後ろに映ってますね、かぼちゃとかなんかお城とか、そういうのがねステージ上に来るんですけど、今回のはちょっと遠見でした。うふふふ、いやうふふって言われてもな。へい、いかがでしたでしょうか。猫ちゃんシェリルでした。あ、違う、猫衣装難しい、はい、シェリルさんの猫衣装でした。なんかダンス的にはね、あまりにもちょっとやらせすぎるなっていう気持ちはあります。なんだろう、あの猫ポーズだったりさね、そこまでしなくていいのかなって。これをね、なんか普通の衣装でやるとね、もう余計にそうなんですよ。一応ね、この猫耳、さらにみごちゃんもね、一応あれはボルドル人でよかったのかな、あれも結局、あれはでも猫じゃないのかな、トラ、え、違うかな、いやでも猫科か。そっか、確か猫科でいいと思います。の一応種族のね、星にボルドール、あ、どこだった、ボルドール、どっか潜入した時にこうの衣装だから、猫耳でいいと思います。そうだから、みくもちゃんも一応なんかそういう衣装を着てるから、まあまだ平気っちゃ平気なんですけど、普通のね、普段のね、歌姫衣装でちょっとこのダンスはきついものがありました。可愛いには可愛いです。はい、そうしましたら今回はここら辺で終です。まだまだシェリルさんの衣装20着以上かな残っております。そしてまだ星6衣装が一度も出てきておりません。まあ、そこら辺も見るの楽しみですね。頑張って動画作ってまいります。これからもお付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。そうしましたら、ご視聴どうもありがとうございました。意外とね、猫衣装ないんですね、他に。サオトメアルト出るぞ。意外とないんですが、あったのが、はい、みくもちゃんです。バニー、ウサギがね、結構ちょいちょいあちこち、見かけるんですけど、猫、いや猫ももうちょっとね、猫衣装あってもいいんじゃねえのかなとか、あーいいですね、夜空にバルキリーでした今、映っておりました。どうなんだ、そっか夜ですね。みごちゃんの部分は多分昼間だと思います。特別演出の方は
夜になって、つかね、これなんだ、猫が遊ぶ、あの猫アスレチック、なんて言うんでしょうこれ、猫アスレチックに大の大人が乗っかっちゃっていいものか何なのか。あ、いやでもセリルさんは交渉17歳だからギリ大人じゃないのか、未成年という扱いになるのか。ただミレーヌは未成年だけどガンガン車運転してたんですけど、いやこれはなんとも表現のしがたいところでございます。で、そうハロウィン演出なんですが、いつもよりかちょっとハロウィン集がちょっと少ないですね。ステージにね、大々的にボーンっていうハロウィンのなんか置物があるような感じなんですけど、まあ今回はもともとこの猫アスレチックがあるからちょっと冬眠になってるのかな。今ちょうど後ろに映ってますね、かぼちゃとか。